これからビジネスモデルラボという名前で、プレゼンをさせていただきます。琉球大学の伊芸拓磨と申します。先月実は東京の SBS に参加していろいろ触発されて考えたアイデアなので、ぜひとも、聞いてもらえれば助かります。問題、取り上げる問題として、成功したい、金持ちになりたいという思いから起業を考える若者やサラリーマンって少なくはないはずと、この東京を見たり沖縄を、見たりして自分自身感じています。ここで 今現在パソコンが1台あればアプリ開発だったり、情報もすぐに、収集できますし、プレゼンも制作できて、デザイン、その他企業に関するさまざまなことを、パソコン1台で行える時代になりました。また法も改正されて、ローコストで会社を持つこともできるようになりましたという状況なので、この若い人たちってもう10年前と比べて起業したいっていう人たち増えたんじゃないかなって自分は感じるんですね。でもこの学生だったり若者のビジネスプランを除くと、マネタイズされてないことが多かったり、収益モデルがきちんと確立できていないということが、多々見られるなって自分は感じました。そこで、なぜ起業して成功したいと思っているのにうまくマネタイズできるビジネスモデルを形成できないのか、このその問題を仮説で考えてみました。それがもうビジネスモデルを考える経験がなかったり、どんな情報が必要か分からなかったり、やりたいことを優先して考えていたり、そもそも相談できる人がいなかったり、またはじっくり考える時間がない、勉強で忙しいなどで、いろいろ要素があると思いますが、主にこれらの要素がこのビジネスモデルを柔らかくしている原因なんじゃないかなって思います。そこで解決方法としてビジネスモデルラボでは、他社のビジネスモデルや戦略を分析したデータのまとめサイトがあれば、この時間を多く、自分の時間を多く費やさずに、他社のモデルを分析し、自分のアイデアにそれを取り込めることができるんじゃないかなって考え、解決方法として示したいと思います。そこで主に重点を置くのが、企業に関する情報収集の、時間のこの無駄遣い、またはビジネスに対する経験、じっくり考える時間という点を、できるだけ解決したいなと思います。で、主にサービスとしてはビジネスモデルデータの提供、企業の道のりや収益モデル、拡大戦略とビジネスのコアとなる、部分の情報をインフォグラフィック形式で整理し、 PDF として提供すれば分かりやすく、イメージとしてビジネスモデルを理解できるのではないかと思い、このサービスを提供したいと思います。また、業界情報を動画として学べるサービスの提供を行います。各業界から講師を招き、業界の概要等を講義してもらう。それらによって、この自分のビジネスの土俵というか、その基礎的な現状を学べるというサービスです。定期購読型販売としてビジネスモデル PDF を月に4社ほど提供し、業界情報講演講座を月に2本ほど提供することで、サービスを売り出していきたいと思います。それが月々420円で利用できるサービスと、設定しました。ターゲットとしては、スキルアップしたい学生だったり、起業を考えている若者、脱サラして起業しようと考えている社会人だったり、すでに起業していて同業者、また他社の戦略を学び、自分の事業に生かしていきたいという個人事業の方々をターゲットとして設定しました。で、ビジネスモデルとしては、ビジネスモデルラボが他社の、ビジネスモデルを分析し、それを PDF でまとめ、ユーザーに提供する。また講師として、この業界情報を講演してくれる講師にも報酬を払うことで、動画コンテンツを提供してもらうというビジネスモデルを考えています。で、ユーザーとしてはそのアイディアを強化し、起業というところに生かしてほしいなと思います。メリットとしては、利用ユーザーは自分の
ビジネスアイデアを強化する今後の参考資料となるビジネスモデル、業界情報を手に入れることができる。これまでビジネスモデルラボが貯めてきたビジネスモデルもダウンロードすることができるので、情報量もたくさん一気に増えるというメリットがあります。また講師としても講師料、講演料をいただくことができるので、ここもメリットではないかなと思います。でマーケットとして18歳から40歳までの日本人男性約1700万人を潜在ターゲットとし、その獲得シェアを 1% とすると想定利用者は17万人いると、ざっくり計算してみましたですね。先週までに自分の身の回り40人にアンケートを取って聞いてみたんですけども、男女比、男性が 78% という比率になってしまいましたが、40人のアンケートを取りました。年齢は20代が多いのですけども、起業したいのかしたくないのかというところを聞いてみると、起業したいという人が 55% もいて、意外と多いなっていうデータが、出てきました。で、じゃあどんな情報を知りたいのかというのを聞いてみると、事業戦略、起業までの道のり、資金調達の方法や利益構造といった、いわゆる雑誌や普通のニュースサイトには出てこないような情報が知りたいという結果になりました。で、有料なら利用したい、無料なら利用したい、そもそも利用したくないっていうのを聞いてみたのですけども、圧倒的に無料で利用したいっていう人が多く、それでもまた有料でも利用したいっていう人が 20% いました。17万人の中、目標有料登録人数を1万人に、設定します。で、競合なんですけども、いろいろ調べた結果、スタートアップ .jp や国内ネットビジネス事例などさまざまなスタートアップの紹介だったり分析を企業分析をしているサイトがあったので、これらを、図でまとめてみました。ビジネスモデルラボは国内ネットビジネス事例というサービスの、さらに上を行く、設定に持っていきます。国内ネットビジネス事例ではメールマガジンで分析情報を送るというメルマガシステムだったんですけども、ビジネスモデルラボではインフォグラフィックによって差別化し、より分かりやすく分析情報を提供したいと思います。マネタイズとしては有料会員登録で1人当たり420円の年払い、5040円を、1人当たりから徴収し、2番目としては商業利用専用のコンテンツ販売で、最後に Google AdSense など広告事業をやってマネタイズしていきたいなと思っています。デモなんですけども、写真ではちょっと分かんないんで、実際にデザインの部分だけお見せしたいと思います。ちょっとなんか映らないので、すみませんが、この懇親会なので見せることができると思うので、ぜひ見てください。以上発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。そうですね、アドバイスになってしまうんですけども、こういうことをやられようとする方非常にたくさんいるので、先ほど皆さんでコミットしたと思いますので、月20回のイベントをまずやっていただいて、そこで情報をゲットしてですね、その情報を販売されるのが一番いいかなと思ってます。でうちの方もですね、今月20回ぐらいイベントやってまして、全部録画とか、データ化してるんですが、実際にこう意見でもあるんですけど、起業する方ってお金払って勉強する方ほとんどいないですよね。自分で情報を取りに行く方が多いので、受け身の方ってほとんど起業しないですよね。僕もグロービス大学院っていうとこ行ったんですけど、みんな起業するために行けるのかなと思ったら、いや起業ごっこをするために勉強するために行けるだけなので、本当に起業する方は、自分で情報を取りに行くのでっていうところが一番大きな、もちろん安いんで面白いかなと思うんですけど、それよりは先ほど言ったように沖縄の方でムーブメントを作ってほしいので、だったら、ムーブメントを作る上でイベントとかやれば、イベントの方が儲かるかもしれないんで、
イベントでやったものをマネタイズに変える、データ化したりとか PDF 化してそれをみんなに使ってもらった方がよっぽど沖縄のためになったりとかいろんな人のためになると思うんで、そういうステップでやった方が面白いかなっていう気がしますね。でイベントにあの登壇してくれる方ってほとんど無料なので、あとは登壇者にお金をあげてしまうとまたエコシステムができてこなくなっちゃうので、僕の場合はスタートアップの講演してもらう方全て皆さん無料でやっていただいてますので、そういったところも考えるとなかなか講師の方にお金払ってとかってやってるとちょっとエコシステムなんて作りにくくなっちゃうと思うんでって感じは思いましたね。なのでそうですね、お金払って要はそうですね、通信教育で起業の勉強をして起業する方ってほとんどいないと思うんで、要はそういう方っていつまでたっても起業しないと思うんで、多分安心感を得るために多分お金払って勉強することは多いと思うんですけど、あとはお金払ってこういった起業スクールで流行っているスクールはいわゆるネットワーク系とかですね怪しい系の起業塾が多いので、そういうふうに思われても良くないと思うんで、まずはいっぱいイベントあってそこで収益を上げてそれをデータ化しておいてそれをマネタイズするかどうかっていうのはまた考えたらいいんじゃないかなって思いました。ちょっとデモ見えなかったんで、デモが良かったかもしれないです。また後で見てください。はい。はい、ありがとうございました。ちょっと細かいところかもしれないんですけど、このビジネスモデルのジャンルは最初は絞ってやるんですか、それともオールジャンルなんですか。そうですね。最初は誰もが知っているような有名企業だったり、今回デモとしてクックパッドを調査したんですけども、最初は大きい企業を調査して、あとはこのまあモックアップ版でサービスを一部の社長に使ってもらって知りたいカテゴリー、業種カテゴリーだったり企業だったりをまあ聞いて選別していきたいと考えています。わかりました。あともう一つなんですけど、ビジネスモデルを分析してあんまりそういうビジネスモデルをよく分かってない人に伝えるのってすごい難しいと思うんですけど、そのあたりはどういった方法でやられるんでしょう。そうですね、それがちょっと自分の中でもネックでして、そもそも経営学の出身ではないので自分自身不安なところがいっぱいあるんですけども、文章だけでどうしても伝わりにくいとかあるので、インフォグラフィックという形式に、まとめました。できるだけ流れとかこのお金の構造だったりとかを意識して作って分かりやすくしていければいいなって考えています。例えばなんですけど、このビジネスモデルの分析を講師の予定されている方、講師をお願いしそうな方にちょっとやってもらって、で実際にその人の話を聞いてみたいっていう話だったら、またその人のセミナーとか増えるかもしれないので、もしかしたらそういった連携でやってもらうといいかもしれないですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。イゲさん の、はい、プレゼンで2ついいところがあって、まずそこを一つはちゃんと自分の企画に対してアンケートを取ったところっていうのは、立派だと思います。それと、我々は常にプレゼン中にマシントラブルというリスクを負ってる中、めげずにしれっとスルーしたところが、普通慣れてないとパニックに陥っちゃう人もいるんですけれども、そこをうまくクリアしたのは、素晴らしいと思いました。で、事業の方なんですけれども、みんな指摘しているようにこういうデータベース型っていうかのモデルって、こう立ち上げとか数を集める仕組みっていうのが非常に難しいところで、例えばそれこそブクペのビジネスモデルがイゲイさん の、 ビジネスプランにすごく参考になると思うんですけれども、あれは、みんなが寄せ集めでやって、でも、アフィリエイトで戻ってくるっていうフィードバック を作れたから、自然的にこう集まる、自動的に集まる仕組みができたので、そういうものを求めるのか、あるいは、そういう、コンテンツを作れる人のネットワークを作って何かしらのフィードバックを集めるのかとか、なんかその辺を明確にすれば、ブクペのような、ビジネスでを成功するのか、あるいは後ろにいる龍大の山崎さんにこのカリキュラムを作りましょうって言って、ビジネスを作っていくのかっていうので、ちょっとこう変わってくると思うんで、その辺を見極めれば、面白くなってくると思います。はい、ありがとうございます。
最後にちょっと、PDF だけ少しだけお見せしてもよろしいでしょうか。こちらがそのデモ PDF になります。会社概要だったりサービスですね、ビジネスモデル、特にここを自分力入れたところなんですけども、こちらで収益モデルだったりを明確にし、あとはどんな流れでユーザーが参加しているのか、どんなステークホルダーが存在するのかなども、図で表し、で、まあ、ユーザーがなぜこのサービスを使うのかなども分析しまとめてみました。で、まあ、最後にマーケット情報ですねをまとめ、この最後は文章で軽く説明し、この要点だけを抜き出して文章でまとめて終わるという形でデモを作りました。ありがとうございます。あ、それとあと今省エイ社でビジネスモデルジェネレーションっていう本が売っていて、それは各社のビジネスモデルをどう分析するかじゃなくて、その分析するアナログなツールをユーザーに提供させて本で対価をもらってるものがあるので、それもチェックして。細長い本ですよね。そうです、そうです、はい。友達が作った本なんで買ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。